ルの炭水化物は少なめに。さあ皆さんこんにちは、のっつおでございます。ということで、今回ですけど、こちらの作品やっていきたいと思います。無職ラーメン物語、カラッシュを呼ぶペペロンチーコの思い出作りということで、まあやっていきます。はい、こちらね、無職ラーメン物語、まあ2なのかな、続編なのかな、ちょっとよくわかんないんですけども、やっていきたいと思います。以前にこちらの方が作ってる作品を何個かやらせてもらって、この無職ラーメン物語の1でいいのかな、1を、プレイしてたので、まあなんか自作が出てたんで、やっていこうかなと思います。はい、まあここのもう何言ってるかわかんないんでね、文章とかも本当に飛んでる感じなんで、それがまあ面白いんですけども、はい、やっていきましょう。初めからいきましょう。ジム行く？なんて？あ！これなんか年齢がなんかね、15歳以上になってたんだよ。悪役令嬢、名人少女、ジェンダープーン、意味がわからん。誰やねんそれ。ここまで追い詰めたのだわ。変態フェチジジイ魔王、私の夏は3日間、放置すくみずの裏側で懲らしめて世界を救うのだわ。つ、しみつきすりすりまさなのだわ。ぐわー、2000年間ずっと隠し続けてた特殊なフェチが乱されてしまう。わしを昇天させる気か。変態フェチジジイ魔王。これ、キリトじゃん、これ。かつて世界を滅ぼしたあなたの唯一の弱点は特殊なフェチなのだわ。私たちは多様性を認めるけれど、気持ち悪い貴様は別よ、滅びなさい。昇天して昇天でも見てなさいのだわ。あなたの財産で私は成り上がってみせる。今日はここまでなのだわ。次回は魔王に負けた結果、パラレルワールドに飛ばされ現代の学園生活編をお送りするのだわ。レッツ夢落ちなのだわ。みんなのマネーで世界を救うのだわ。じゃんけんぽんなのだわ。今日のお姉さんは頭がパーなのだわ。また来週なのだわ。もちろん。なるほどね。ここのなんかテキストのあれは変わってるけど、文言、文章はもう飛んでるね。最高だ。チート能力？王家のジェンダーレストイレを追放されて田舎で長期版を作ることになったのだわ、は、初版の事情で、今回をもちまして、放送を休止いたしました。ぎっくり腰のやった親父に経営を任された、このラーメン屋、ワイワイラーメン屋ワイ、営業中。無職だったワイだが、幼馴染二人に助けられながら、仲良くやっている。客は数えるほどしか来ないけれど、なかなか充実しているぜ。こじんまりしたラーメン屋に今日もキャワイイお声が響き渡る。推しの女性声優ミーリョンが初めて主役を勝ち取った朝の幼児向けアニメだ。お、ホスカポー、ついに将棋盤ちゃんが変態フェチジジイ魔王を倒したぞ。なんて羨ましいすくみず必殺技。大胆ながら遊び心あふれるレイアウト、そして場面によって変化する最高に気持ちいい駒打ちで最高のアニメーションになっていますぞ。ワイはでも変わんないんだね。幼児アニメって言ってた。朝にやってる？本当か？おっと、来週からの学園編も楽しみってなる。放送の休止だとボケー。そんなこと世間が許してくれるわけがないだろうがよ。こんな素敵なアニメを放送禁止にするなんて、ワイは悔しい。円盤とグッズを買って、推しのミーリョンとアニメーターに少しでも還元しなきゃ。うるせえな、ワイ。朝っぱらからこんなアニメを放送してたのがおかしいんだよ。あとな、いくらグッズを買ったところで、上流おじさんが食べてる上うなぎが特上うなぎになるだけだぞ。目を覚ますんだ、ワイ。そんなことは分かっていてもな、買っちまうのがオタクの悲しい差がなんだよ。将来ミーリョンをワイが養うんだよ。絶対にワイの思いは単推しの声優のミーリョンに届けているんだ。ブイッターでアニメのことを慰めてあげなきゃ、きっと悲しんでワイの迎えを待ってるからさ。きっとワイの恋心もミーリョンは気づいてくれるはず。そして将来は、恋愛結婚するんだ。幸せな日々が待っている。現実が見えてないオタク。
これほど痛いオタクっていないからな。わい、お前はいくらミーリョンのグッズを買ったところで、ミーリョンと彼氏が泊まるホテルが豪華になるだけだぞ。吉田は何も分かっちゃいねえ。ミーリョンは男性が苦手なんだよ。だからわいがミーリョンの心を癒してやらねえと。はあ、話にならねえな。俺は毎日忙しいってのによ。今日も小説出費が進まねえな。吉田は小説家だ。ウェブ小説から書籍化したデビュー作。北極と南極は日本の領土である7つのわけは、アマゾンレビュー数3つの大ヒットだ。吉田はファンなどいらねえ。俺は作りたい話を紡ぐ。それだけさと言ってるが、ワイこそが吉田の一番のファンであると自負しているんだぜ。おいおい、また俺が頑張って執筆した群れ群れタイツ社会派小説に星1レビューが増えてやがる。クソが、絶対に売れなくてくすぶっている同業者による嫌がらせだからな。とうに決まっている。俺の小説は最高オブ最強なのに。こうなったら次の小説は社会派ミステリー家族愛で不倫で逃避行で旅小説ものを書いてやろう。次こそアニメかドラマか映画かだぜ。サメサメ、あはは、いたな。まあまあ落ち着いて、そのアニメには大切な要素が足りないから、放送できなかったんじゃないかな。時代は多様性だからね。やっぱり主人公は僕好みのガチムチ体毛モジャダンディ、おじいじゃなくっちゃね。大まかなストーリーはラスボスである生き別れの義理兄弟、何これ、塩顔のんけとの捨て違い。塩梅何これ。との捨て違い。そして長年の戦いの果てに両思いになりベッドイン。そうしたらきっと大人気アニメさ。僕はそう思う。オンフ。サメサメ、今日もムチムチだね。ふーん。とはいえ、客も来ねえし腹も減ったな。なあ、サメサメ、まかないを作ってくれよ。サメサメは、元一つ星レストランで働いていた凄腕料理人ボーイだ。一つ星。この幼馴染のアルバイト3人で、親父の代わりにこの店を回している。なかなか悪くない生活。いや、最高に楽しい生活だ。客は来ないけど。この、悪くないの悪、すごい、なんかもう中に臭い感じだよな、これ。合点承知のすけ。本場イタリアン一つ星料理店で磨き上げた腕と男の魅力で、イタリアンラーメンをみんなのために作っちゃう。ふぅ、ほぉ、今日のまかないは麻婆豆腐よ。いいね。よう、今日もシックスパックから声出てるよ。その調子だよ。サメサメは大声を出して料理をするスタンスなのである。重たくて熱い中華鍋はまるで僕の乙女な気持ちさ。ほぉ、命感じる。はい、お待たせセンチメンタル。ワイ君は辛口で吉田ちゃんは甘口の麻婆豆腐よ。おお、ありがとうな、サメサメ。うまそうだぜ。え、この人はサメサメじゃないの？こっち吉田、これ Y でしょ？客が来ねえってのに、まかないはいつも豪華だな。今日はビールにしよう。おいおい、今日も酒かよ。おかげでうちは、大赤字だぜ。吉田ちゃんは酒を飲まないといい文章が書けないのよね。グビグビ、プハー。そらそうよ、昼間から飲む酒っていうのはやっぱり違うね。午後からもいい文章が書けそうだぜ。ならいいんじゃない、ワイ君。あんまり うるさく言っちゃ、吉田ちゃんがかわいそうよね。え、そんなにタダで酒を飲まれちゃ、こっちの商売も上がったりだぜ。ま、いっか。ははは、からし。よーし、麻婆豆腐にはやっぱり大量のからしだよな。アルチューの味方だぜ。このからしはあれだね、イラスト屋だよね。おーしーと、なななな、何をやっているんだい。僕の麻婆豆腐は、すでに完成されてるっちゅうの。このからしは没収だよ。僕の可愛い麻婆豆腐ちゃんには不要だからね。おいおい、何をするんだよ。飯ぐらい好きに食わせろよな。おーいお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 い、わいよ。今日俺しか客が来てねえのに、お気楽なもんだな。飲食店の商売ってのはそんなに甘くねえぞ、ゲフ。おんちゃん起きたのかい。この店は親父の年金と貯金で回っているから大丈夫ですぜって。しかも持ち家だし。おんちゃんは一日中店で酒を飲んでは、テーブル席で寝ている近所何をしているのかよくわからないおっちゃんだ。俺はな、飲食店もやってた時期もあったんだよ、ゲフ。そうなんすか、おんちゃん。画家と冒険家と、
便利屋の前はそんなこともやってたんですかい。そりゃすげえや、ガハハハハ。ああ、昔、白いたい焼きが流行ってただろう。俺もな、そのブームに乗って立ち上げたんだよ。フランチャイズで。くそ、脱サラしてよ、絶対に儲かるって感じだったんだよ。どうしてこうなっちまったんだ。白いたい焼きな。なんか、もちもちでってやつね。嫁も娘もいたんだよ。店を作った時は家族で店の前で写真を撮ったりしてな。最近の日本はなんだかおかしいよな。ハイボールもう一杯くれよ。水分補給しましょうね。はは、水分補給しましょうね。えい、ハイボールだよ。グビグビ、運命。おんちゃんも大変な人生だったんだね。僕がお嫁さんになって励ましてあげたいよ。バカ、24時間酔ってるおんちゃんの話なんて、鵜呑みにしちゃいけねえ。昨日は旅行でフィリピンに行ったらアメリカ人の幼女と結婚して火星に移住したとか言ってただろ。そりゃまあ絶対嘘だな。一昨日は俺は母乳戦隊チチレンジャーが趣味で使ってるカメラのセンサー内のゴミをベロで吸引した結果が南アラビアの王になったとか、毎日意味わかんねえことしか言ってねえだろうがよ。これも意味わからんもんな。まだなんか、この一個前ならば、なんとなくね、わかるけど、これも何言ってるかわかん、全然わかんねえよ。吉田、生意気言うようになったじゃねえか。俺は本当のことしか言わねえ。明日はホットケーキを2枚作って、異世界の俺の余命妖精を間に挟んで、メープルシロップを垂らして成り上がったんだよ。これ本当に本当、タイムリープなの。昨日だって沖縄で熟女ギャルが持ってた、完熟マンゴーにピチピチアワビを、ふにゅふにゅふにゅ。おんちゃんと世間話をしてると、新たなお客さんが来る気配を感じた。ヘルシャイ！いや、知らねえ。ペペロンチーコ。ふーむ、テーマパークに来たみたいだわ。テンション上がるわ。おお、ペペロンチーノはあるかな？なんだこのおっさん。おいおいおい、あんたは見た目からしてラーメン評論家だな。うちはラーメンはラーメン評論家を出入り禁止だぜ。あら、癖強かわいいおじさん。赤色が似合う男。私はペペロンチーコよ。誰が何を言おうとペペロンチーコなのよ。地球を救いに、バルトリン星からやってきたんだ。おっと、人間の技術力では私の星は観測できないがね。なるほど、つまりなるほど。物分かりがいいね。だけど、私の勘で選ばれたのはそっちの男の子。僕かい？それとも僕の大胸筋かい？それとも僕の僕かい？その僕だい。まずは、アーリオ、オーリオ、ペペロンチーノを食べさせておくれ。私を満足させて。んほー、本場の満足ペペロンチーノを作っちゃうぞー。うふん。どっこいどっこいん。肉肉肉。んぽぽのぽ。ぽふぽい、ぽぽぼんぷ。で、出たぞ、サメサメのペペロンチーノ温度だ。うぽぽ、うんぽぽ。さすが、マッチョカポクオークを凌駕した、イタイアンシェフだ。ペペロンチーノを作るときは、おたけびのキレが違う。へい、出来上がり。てか、あれか、吉田とオンちゃんってさ、同じ人？同じ人とか言ったらあかんのか。うむ、それでは、いただこう。ま、ペペロンチーノという限られた、プロクルステラスの、信頼で作られる、何これ？グラトニュー、ちゃこれ、神々の遊び。作られる自由度の少ない料理でどうしてこんなにも遊び心のある？ちょ、味の、ルビがやべえ、グラトニードームズディ、ズデイ。トラジェディメソッド。トラジェディメソッドがするんだ。ペペロンチーノを知り尽くしている私に新たな楽しみを見せてくれる。もうずっと興奮が止まらないんだよ。最高だろう。ふ、礼には及ばないよ。君の笑顔だけで僕が、オケマルさ。サメサメ君、君はサメさんのようなすべすべぬめぬめのお肌にキラッとした顔つき。サメさん度 95.7% さ。君を私の世界に招待しよう。そしてサメさんと一緒に泳ごう。ついてくる子、ついてくるが良いんよ。なんだ、今時はテカテカなおっさんでさ、誘拐の対象になるのか。そうだ、
この店はサメサメがいねえと、ワイワイラーメン屋ワイじゃねえからな。この三人が揃ってねえとな。チミたち、オーブラブ、オーブラビッシモ、ペリッシモ。あたちについてきたらムチムチのいい男たちがたくさん君を待ってるよ。本当だよ。行くぜ。サメサメ、大胸筋が歩いてる。ダメだこりゃ。まあ、相変わらず何言ってるかわかんねえけど、とりあえず3人じゃなくなったってことだけを押さえとこう。グフェブ、ブーベブ、ウヘヘツズズ、おー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 。おいおい、いい加減泣きやめよ。あいつはこのラーメン屋から旅立ったんだ。自分からな。サメサメ、サメの、サメサメの魔法豆腐、うんめえよ。うんめえかったよ、ブー。あーはー。ともえちゃん、どこにいるの？えらっしゃい、うちの自慢、サメサメ特製イタリアンラーメンはうまいよ、食べてって。そうか、もうサメサメはいないんだったな。タケノコを持った女の人が現れたけど。違うんです。うちのともえちゃんがびっくり突然変なおじさんに連れ去られたんです。甘い言葉に誘われて。なんだに、その変なおじさんっていうのは、あからさまに変なおじさんかい？そうです。そのあからさまに変なおじさんだと思います。うちのサメサメはあの変なおじさんに誘われた、誘拐されたんだ。一緒に探さないかい？いいですけど、ともえちゃんは渡さないから、一緒に行動するからって勘違いしないでよね。ホヌカプー積んできたこれん。お、うごごごご、これ、ワイのことが恋愛的に好きだという事実が確定してしまうんじゃないか。うんぐぐ。何をこのタケノコで張り倒して、さらに上からタケノコで顔面をすり潰すわよ。覚悟しなさい。結構武闘派っていうね。キノコ。誰だお前は。それラメフェアリー。パタ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 。いいよ。キャーピンクのゴキブリ。まずいラーメン屋にこんなゴキブリがいたら、Twitter で炎上する吉田。証拠隠滅だ。俺、小説出費で忙しいんで。ああ、もう少しでいいトリックが浮かぶのにな。ゴキブリで密室トリックを作ろうかな。何をうちはゴキブリじゃなーい。うちはラーメン大好き、それラーメンフェアリーよ。口癖が、それ、ラーメンだから、それラーメン、覚えてね。つまりゴキブリ人間？バルトリン星から来た妖精よ。我々は人間を影から支配しているのである。それだ。ウルンプリン星、あの変なおじさんもその星から来たって言ってたぞ。そいつにワイの親友を誘拐されたんだ。落ち、おいしい、のの、おしい、まーる、バルトリンね。うるせえぞ、さっさと話を進めんか、オンドレ。タケノコを鼻から飲ませるぞ、ボケ。はいはい、ほいほい、説明すっちゅうの。まず地球は、我々研究者の実験生物なの。まず圧縮された空間に宇宙を作り、地球という土台、さらに人間という生物を作り出し、地球を破壊する過程や生態を観察していたのよ。うちは、長年観測を続けて、地球破壊、または人類消滅まであと少しだったのに、あいつが実験場のセキュリティを破壊し人類に干渉したのよ。人類にペペロンチーノとか、フェローシャスエンジェルとかなんとか言って、うちたちの目的は観測だっちゅうの。あいつは許せない罪を犯したのよ。だから、うっちが処刑しに来たの。一緒に研究してきたあいつに裏切られて、フェアリーによる人類実験はお釈迦だよ、はぁ、あ。ちょっと待ってね。なんだ。まあ、同業者だってことか。あの赤いおっさんとこの人は。意味わかんないことをたらたら言ってないで、私のともえちゃんを絶対に取り戻すのよ。ゴキブリも手伝いなさい。そうだぞ。サメサメがいなかったらワイはもうダメだ。よーし、それじゃあ君たちを犠牲にしてでも、ペペロンチーコの陰謀を止めるぞ。で、どうするんだ？怪しいおじさんはどこにいるんだよ。それはわかっている沖縄だ。奴は、ソーキーそばを目の敵にしているからな。計画を実行するにはそこになるだろう。よーし、沖縄に出発だ。ワイの活躍を見ててね、ミーギョン。あ、出発前に醤油ラーメンを食べさせてくれないか。うちの羽はラーメンの栄養素で輝きを増すんだ。へ、作ってやるぜ。バッチコーイ。
お待ち、アナゴ。空も飛べるはず。ブンブン、ハロー、青空。この格好で来たんかい、みんな。タケノコも一緒か。いいね。うちのタケノコは子供料金で乗れたわ、ラッキー。僕はペットでも子供でもない、ただの手荷物だ。よってたださ、タケノコとはわけが違うね。うるせえ、ひねりつぶすぞ。超節カキカキカキリンコ。おしごレビーホチ、うみゃうみゃうみゃ。ナイスバル。来たぜ、沖縄。来たね、沖縄。イエス、ペペロンチーノ、ノーソーキそば。あたちに、あたちは人類の神に。おいおい、あいつだぜ、サメサメの誘拐犯は。お前はラーメン大好きフェアリー。なぜここがわかった?おい、こら、お前は処刑だ。それと教育だ、教育。俺、ほら、誰か、処刑よ。ああ、眠いな。非常に眠いな。あとは暑い。ちょっと逃げたわよ、クソが。口だけの解消なしゴキブリね。恐らしく早い逃げ足。うちでなきゃ見逃しちゃうね。おうぞ。ここにハンター、ハンターの要素。一丁行くぜ。これもサメサメとミーリョのためだ。はあはあ、私は走るのに苦手。ついに追い詰めたぞ。悪役令状、名人処女、ジェンダー、プーンのようにお仕置きしてやるぜ。そうだ、処刑だ、処刑。次こそは処刑。ははは、ふははははは。私の罠にはまったな。君たちはもうおしまいだ。でかい。これあれじゃん、筋肉増殖中で現れたさ、みなさんじゃん。マッチョ目に囲まれたぞ。くう、ゆっくりこっちに近づいてくる。うちのタケノコの方が大きいんだからね。自分一人ででかくなった木でいるやつはでかくなる資格はない。バックダブルバイセプス。はあ、罠かよ。完全にやる気なくしたのだわ。めんどくさ。おいおい、なんとかしてくれ、ゴキブリよ。なんか魔法とかないとか、かわいいやつとか。ちょっとゴキブリなんとかしなさいよ。本当に役に立たないわね。そんなんだから裏切られるのよ。下等生物である人間のために魔力など。しかし文句は言われたくない。ペペロンチーコを救い出す。プリュリリリンポー。魔法少女は悪には決して負けない。それラーメン。ん?なんだこれ?マッチョ。マッチョマッチョマッチョ。なに?マッチョたちが俺の肌を、大胸筋でスベスベにしてくれるぞ。なんでこんなに興奮しているんだ?おいおい、一体何がどうなって言いやがる?サメサメが喜びそうな絵図だぞ。吉田はマッチョが大好きな匂いを脇から発する人形に変身させたんだ。このヘロモンで興奮の山を越えたマッチョは、ふにゃふやになってしまうのだ。うん、ほー、おほ、おー、うんりゃりゃりゃ。やったわよ。マッチョが親指をチュパチュパしながらおねんねしてるわ。赤ちゃんよ。おーい、はよう戻してくれ。体が動かないんだ。ファンシーな匂いもするぜ。なんでだ、ワイが運べはいいだろう。解除するには魔力が必要なんだよ。吉田にそれほどの価値あるか?ないわ。おい、そんなことよりも、あの変なおっさんがあっちに逃げてくぞ。追いかけるぞ。おい、吉田も行くぞ。うわぁ、ワイ引きずるなよ。これが吉田なんだ。バタ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 、ほら、こっちだぞ、こっち。ぜーはーはーはー、走るのも気持ちいい。ゴキブリのくせになんであいつの居場所がわかるのよ。もう赤いスーツは見失っちゃったじゃない。うっちの勘だよ。ついてきな、お坊ちゃんたち。私だけの友達は待っていてね。なんか知らんやつが出てきたな。私の夢はペペロンチーノで人類をやり直すことだ。今日はその記念日だ。さあ、みんなでペペロンチーノを食べようじゃないか。20歳以上ですか?はい。年齢確認。人類全員をペペロンチーノ好きにするには、そんな方法があったとね。僕はびっくりばっこりぽっくりさ。人類を私たち4人だけにするなんてな。ペペロンチーノスコスコ DNA なんて初めて聞いたぜ。
ワクワクする計画だな。あ、この人がトモエなんだ。これサメサメか。人間には発見できない人間の仕組みさ。人は生まれながらにして2種類の人間に分けられる。ペペロンチーノ大好き人間か、それ以外か。ペペロンチーノ大好き人間が生まれる確率は、奇跡的で、チミたちだけが全てだ。人類をリセットしてペペロン人間の DNA をどんどん増やしていくということなのだわ。キャース的。え、ミーニョンって何？ミーニョンも捕まってんのこれ。それでどうやって私たち以外の人類を滅ぼすんですか？まあ、害悪オタクが絶滅してくれるのはハッピーだけど。なーに宇宙を操作し、我々の座標だけ平行世界に移動するだけだよ。私が想像した世界にね。あ？ま、人間には理解できないかもしれないね。ミーリョン君のそのボタンを押せば、その計画が実行されるわ。コンビニバイトしていた経験がある私にぴったりの仕事だわ。ペペロンチーノ好きは善良な人間しかない。私のようにね。よって今までの人類のように、野蛮な殺し合いや地球破壊行動をやめさせることで、壊れかけの地球及び人類を救う。私が神になるんだよ。あ、これが、あ、これがミーリョンなんだ。なるほど。じゃあ早いとこ押しちゃいましょう。オタクうざいし、これでしかオーディション通らないし、腹立つから世界をリセットしたいのだわ。そうだね、地球を維持するのはそうするしかないようだからね。しょうがない。自分の住んでる場所を破壊するのは滑稽だからな。無害な人間だけ集めてちゃんと赤いスーツが人類を管理すればいいわけだ。はあはあ、追い詰めたぞ。処刑がお待ちだぞ。ともえちゃん、会いたかったよ。音符をポロポロ。待て待て、吉田戻してやれよ。お荷物じゃん。なんか来た肝。おっと、それ以上近づくとボタンを押してしまうよ。計画開始のね。キノちゃん、なんだかお疲れの様子だね。私たちと一緒に来るか。おいおい、ペペロン人間は私たちだけなんだって。不純物が混ざったらまた今のような人類になっちゃうでしょ。ああ、キノちゃんは不純物じゃねえ。愛玩動物だ。ワイ君じゃないか。吉田ちゃんは僕の門出を祝ってくれなかったのかい。悲しい。うんごうんご、その可愛い笑顔とムチムチのおっぱいは、ワイが一番理解してるワイだけのミーニョン。こんなところで出会うなんて絶対に運命、結婚間違いなし、拙者、冷静にはいられないんご。ちょっとどうすんのよ、ゴキブリ。絶対にともえちゃんは取り戻すんだから。ラーメンの、でんぷんと塩分が消化されて、魔力がゼロになったよ。もう地球なんてどうでもいいや。おいおい、ふざけんなよ。無意味に魔力を溶かせたなら先に俺を元の姿に戻してくれよ。クソ、どうする？選択肢出てきた。さあ、やっていきましょう。せっかくなので、ミーリョンのおっぱいを揉む。サメサメの大胸筋でバムミを感じる。じゃあまあ上からね。ミーリョンですよね。ワイのことをもちろん知ってますよね。常識ですよね。いつもイベントに行ってますので、ブヒー。わー、もちろん覚えてますよ。近いのでもう少し離れてくださいね。私、あなたと違って貴重で有能なペペロン人間ですから。あのですね、その、おばい。自撮りが投稿されたらまず、おばいの様子を確認、ドゥフ。ん？何ですか？私を見習ってはっきり喋ってくださいね。ムカつきますから。ママと同じくらい大好きなおぴゃいを、もみもみしてから母乳をたらふく飲ませてください。ひえー、私は20歳以上でーす、ポチ。それ、ラメー。あ、そっか、これがボタンだったのか。来たぞ。生のペペロン世界が地球の中からどんどん、キュルの。ペペロン世界、それはペペロンの世界。ん？何が起きたんだい？僕の、BB サメサメもびっくりして起きちゃったよ。あれ？マザコンオタクがいなくなったわね。ラッキー。うふ、これがペペロン世界。理想の世界。私が人類を救ったのだ。べーんべーん、森でベースを弾くのは楽しいな。風と自然が観客さ。とりあえずペペロンチーノでも食べようか。ああ、そんなのどうやって食べんのよ。私は手伝わないからね。まあまあ、人類は私たちしかいないんだ。
仲良くしよう。ペペロンチーノはやはり手作りに限る。とりあえず拠点を探して 小麦を栽培するぞ。はあ、だる、レトルトでよくね、バカじゃん。のう、昔はすべて手間暇かけて食事をしていたんだ。その時の感動、楽しさ、生きる目的。その頃から人間は身体的に進化をしていない。だから昔ながらのやり方で生活するのが人間に一番向いているんだ。レトルトなど人類及び地球を退化させる行いだ。わかったよかな。急にオタクみたいに喋るじゃん。思想強。バンドやろうぜ。半年後。自然の中で作物を育てるのは難しいけれど楽しいな。のんきを牽引する楽しさに似てるね。ネットも電気も繋がらからなかったし、インフラなしはマジだリーバー。誰か管理しろよな。つまんねえアニメのネット特番でオタクとプロデューサーにこびるよりはだるくないけど。ベンベン、ベースの剣って自作できるかな？それとも街まで取りに行こうかな？いいね。私たちの作物元気にビンビン育ってるよ。作物元気にビンビン育ってるよ。小麦にトマトに、袴、鬼毛に。いいね。はははは。子供が10年後。ペペロン様は神様です。世界にありがとう。いい人になろう。人を傷つける人は、ペペロン人間じゃありません。殺しましょう。ほら、平和になったよ。ありがとう、ペペロン様。今すぎて子供を作ることしかやることがないね。平和だな。追いかけども。さっさと収穫作業しろよ。処刑するぞ。私はペペロン人間の第一世代だぞ。ベーンベーン、ベース弾くの楽しい。おうおう、いいね。我が国は平和だね。ユートピアがぐっと来たね。君たち、子供たちは宝物だよ。私のために働くのは幸せかい？はい、幸せです。みんなはみんなのために働き、みんなで一緒に同じぐらいの幸せを分かち合いましょう。ありがとうございます、ペペロン様。2000年後。今日の処刑極秘ぶりは何匹だ？ 18,980 匹でございます、ペペロン様。なぜこの世は平和になれないんだ？やはり人間には無理のなのだろうか。お前さえ死ねばこの世は少しはマシになる。ゴキブリ軍団。ああ、ペペロン様申し訳ございません。私がいながらゴキブリが入り込むなど。騎士君、君はこの世から悲しみを消すことはできると思うか？ペペロン様、外を見てください。この明かりの数だけ幸せがあるのです。常に平和なのですよ。高層ビルから外を見下ろし、今日も私の電光看板だけが眩しいほど光っている。サメ、見たくありません。なんだと。ペペロン様の特殊性癖はサメだということ、秘書の私なら知っていますよ。嘘だ。私がサメで興奮することは誰にも知られていない。私のエッチなサメぬいぐるみだらけの部屋には誰にも入れられないはず。こちらをご覧ください。部屋の奥でカーテンで隠されていたブツがあらわになっていく。君は幻のサメと言われているメガマウスじゃないか。巨大な水槽の中でのんのんと泳ぐメガマウスがいる。なんて可愛いんだい。まさかこんな至近距離で生で見られるとは。まるけでブサッカワでヌメヌメで歯がたくさん生えててキュートすぎやしないか。興奮してきたな。ペペロン様、こちらに脚立があります。上からも見てみませんか。上はガラスがないので、もしかしたら触れるかもしれませんよ。おお、はしごが立てかけてあるじゃないか。こんな貴重な体験を、メガマウスちゃんシュキシュキ。弟、ゴキブリ繁殖人間として働かせている罪。死んで償いなさい。弟くん、純潔な私だけのものだったのに。何？ハムハム。ハムハム。この水槽深い。助けてザベボボ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 。この水槽深いから深いからボボ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 。これ、ボーちゃんじゃん。あははは、私がこの国を、お届くのためだけの国に、もぐもぐぐちゃぐちゃ、ぺちゃぺちゃ。メガマウスの養分になれる栄光、なんて
私は幸せなんだ。うんみゃうんみゃおさめさんうんみゃ。おいおい何寝てるんだちーこ。本当に苦労をかけさせやがってよ。ああすまんぽ。俺見てみろ。うっち一押しのワイが今日も働かないでアニメを見ているぜ。私は温泉の中で育っている地球をはぎ、覗き込む。がはは、あたち推しのサメサメちゃんはまた何か叫びながらペペロンチーノを作ってるよ。面白い男。ずっと地球観測してるが、まだ宇宙について何も調べられていないな。まだそんな技術じゃ、うっちたちに気づきようもないね。いっそのことを私が地球に行ってサメサメちゃんに教えてあげたいのよ。そうしたらこんな仕事なんてしなくてもいいのにな。あは。うさ笑いしたそれらめファイフェアリーの声が響いては、水面に消える。現実そんなもんか。今日冷めたね、冷めたけに。終わった。ははは。吉田。今後吉田がこれで登場することあるんかな。それは最高だな。さあやっていきましょう。サメサメの大胸筋でバブビンを感じる。サメサメ、ワイたちの思い出を忘れちまったのかよ。ワイはサメサメの大きな大胸筋を抱きしめた。ワイ君、僕は新たな世界に旅立つんだ。これでさようならだよ。カップヌードル持ってる。うるせえ。さよならなんかじゃねえ。地球の未来なんてどうでもいいんだよ。ワイはサメサメと吉田と一緒にラーメン屋を切り盛りする未来しかいらねえ。サメサメがいなかったら、うちのラーメン屋のペペロンチーノは誰が作るんだよ。トゥンク。ワイ君、僕は君とのストーリーを選ぶよ。だいぶなんかいい感じに清掃してたのに。なんかラーメン屋の おっちゃんに戻っちゃった。貴様は我々を裏切る気か。サメさんと一緒に泳げなくなっちゃうぞ。ボディービルダーにも合わせてあげないよ。いいの？僕はいい男の味方なんだよ。はあ？吉田ちゃんからし、からしアタック。ピュッ、ピュッ、ドピュッ。うぎゃー、からしが大量に口に入ったぞ。んげ、なんで私までペッペ。うみゃうみゃ、からし、カレー、ロックだぜ。サメサメちゃんがいなきゃ世界に生きていく意味なんてないんだ。私の味方になってくれ。僕がワイワイラーメン屋のワイの料理人調査。ワイ君、帰ろうか。うぅ、ポロポロ、かなちいよ。うぅ、かなちいよ。私とサメサメちゃんが結ばれないぐらいだったら、私の存在をなくしてやる。ペペロンチーコ、さあ笑ってくれ。ダメなやつと離れて気づくなんて。うちと共に、我が星に帰ろうじゃないか。そして、うっちの恋心を包み込んでくれ。ワイとサメサメは手を繋いでいた。何も言わずにそっと強く。よかった。こっちの方が、あれなんだね。元通りルート。お気楽シュガー。ヘロシャイ！って、あれ？誰もいねえな。でも、扉は開いてるな。ピンポンダッシュか？赤いスーツの、おじさん。ガハハハ、サメサメ何言ってるんだ。そんな格好のやつなんかいるかよ。ガハハ、確かにそうだね。なんだか夢を見ていたようだよ。へっ、立ちながら寝るとか働きすぎじゃねえか。客は全く来ねえけど。こんにちは。ヘロシャイ。ラーメン食べるぞ。おい、ラーメン食べるぞ、キノちゃん。おい、醤油ラーメン。うっさいわね。そんな、ぴょんぴょん跳ねなくてもわかってるわよ。私はキノコラーメン。やっぱり、タケノコよりもキノコよ。キノコちゃんに、ともえちゃん、まだ来てくれたのかい。嬉しいね。キノコラーメンはないよ。え、ここに来るの初めてですけど、っていうか、なんで名前知ってるんですか？君も、君も。あと私はイタリアンラーメンを食べるわよ。もしかして私たちのファンなのか？センスあるな。そのダサい格好もセンスあるな。うほほー、醤油ラーメンとイタリアラーメンを、チュクンチュクン、ありがとう。サービスでチャーハンも作っちゃう。あーん。ん？そんなお米ちゃんを炒めちゃうと、生まれちゃうよ。なんで中華鍋をフリフリしながら叫んでるの？まともじゃない。キノちゃん、あんたは何もわかっちゃいね。それこそが、ロックでパンクでアングラなんだよ。
あら、そうだったのね。ともえちゃん素敵。さすが私だけのともえちゃん。へっ。いいトリックを思いついたぞ。爆発を鎮せばトリックを考えなくてもいいんだ。ついに今回で賞を取れるぞ。おい、吉田。その主人公は俺だからな。黒幕も俺で、被害者も俺で、エピローグにも俺を登場させて、表紙も俺の写真を使ったらいいぞ。ワイたちは今日も、さびれたラーメン屋、楽しいといえば楽しい。この日々が続くとしたら、なんて平和なのだろう。へい、お待ち、アナコ。いい笑顔。あ、終わったわ。まあ、こっちのルートだと通常ルートって感じだけど、向こうの方は、もうかなんか、なんかね、ペペロンチーノが勝ったみたいな。以上です。以上です。さあ、ということで、後書きあるんで、後書き見ていきましょう。どうも、作者です。この写真はフリー素材のフルブルちゃんです。うちにいるフルブルちゃんと似てます。全く可愛いわね。今作は無色ラーメン物語の続編です。実写シリーズでは割とまともなワイ君ですね。次回はギャルゲー作ろうと思います。前もそんなこと言ってたような気がしますが、次こそはギャルゲーです。キヨちゃん&ともえちゃんのゲームもあるので遊んでみてね。ワリンゴ、うんご。ワイ君、これでまともなの？いや、知らねえな。他のワイ君を知らないからなんとも言えないけど、これでまとも、いやまあ、確かに周りがイカれてるよね。ワイ君は確かにそれに比べてはまともなのかも。はい、ということで、今回ね、無色ラーメン物語、カラシを呼ぶペペロンチーコの思い出作り、やらせていただきましたよと。はい、ということで、チャンネル登録と高評価お願いします。どうでしょう。